はい、お疲れ様でした。9月12日の桧原湖ガイドを終了しました。ですね、まあ、結論から言うと、昨日言った、まあブレイクなりハンプなりのストラクチャーですよね。ストラクチャー系をタイトにアップヒルでステイをしっかり取りながらっていうのが、まあ結果的に一番釣れました。ただまあそのね、昨日と比べて今日は結構比較的しっかり風が吹いてくれたので、あ、この風が吹いたら例えばフラットとか、まあね、バンクもそうですけど、のワカサギ系の魚食う、まあワカサギ食いの魚食うんじゃないかなと思って、まあ昨日見つけてた、まあそのパターンですよね、はまあ一回というか、まああんまりやんないで、もうそのまあ、今日の風によって、昨日は食わなかったけど、今日は食うだろうっていう魚を、かなり追い求めたんですけど、まあそいつらが今日の風が吹いて流れが出ても難しい。本当に難しかったです。はい。で、本当にかろうじてほんのちょっとだけ拾える程度。で、まあ結果、うわ、これもやっぱ無理じゃんとなって、昨日の釣りですね。地形変化に対してアップヒルに、ダウンショットなどのライトリングを丁寧にステイを織り交ぜながら引いてくる。それでかろうじて、ポロポロという感じでした。はい、まあね、まあそのね、昨日から釣れてたその釣りを最初からね、ずっとやってれば、まあ釣れたかもしれないですけど、まあやっぱり状況変化があったら、その状況変化に応じた釣りで、ね、まあリアルタイムに釣っていくのがやっぱり個人的には好きなんで、それをやったんですけど、まあ釣れなかったですね。はい、もう本当に釣り方ももういろいろ、もうかなりいろいろやりましたね。まあ定番の釣りリングから、まあかなりマニアックなリアクション系の釣りまでね、例えば同じダウンショットにしても、ね、普通にボトムシェイクだけじゃなくて、まあね、止めることもしたし、まあ中層ですよね。中層をまあなるべく水平レンジとか、もしくはカーブフォール気味、もしくは、アップヒル、まあ巻き上げ気味とか、まあそれでもね、まあ、ちょいちょいバイトはあるんですけど、やっぱかかんないですよね。うん、まああとはね、ハードベイト系のリアクションの釣りとか、あとはまあワームのリアクションの釣りとか、もうめちゃくちゃいろいろやったんですけど、ただね、やっぱそのなんだろう、まあこれだけずっとやってると。やっぱりね、フラットの魚ね、フラットに限らず、そのワカサギ食いの魚、いるけど食わないってよくあるんですよね。その、あ、こいつらは食う、頑張ってれば食うな。あ、こいつらはもう食わないから諦めようって、そういう見極めが大事なんですけど、今日に関しては、もう、まあ僕がね、いろいろ今まで経験してきた中で、あ、こいつは多分頑張れば食うなっていう感じだったんですよ。でも、そいつらがめちゃくちゃ食わなかったっていう。なかなか、悔しい感じでした。はい。まあ、ほんと、そんな感じでしたね。あ、これも多分巻きキャロをやったら余裕で食うだろうっていうやつらも食わない。スピードを落としてミドストとかやっても食わない。でポロッと、え、こんなんで釣れるのみたいなので釣れて、でも当然それも再現性はなしって感じでした。で結果的に、まあ、一番オーソドックスな、まあ、さっきも何回も言ってますけど、まあ地形変化の釣りで釣れたという感じです。はい、まあ、ということでね、まあ、ここまでやってたためだったら、もう明日はなんかもう、最初からね、どんなに状況変化があっても、釣れてる釣り方で釣ってしまおうかなともなんとも思うんですけども、明日はちょっと、ね、また風がさらに強く吹くので、まあ、どうなるかわかりませんが、まあ、頑張ってやってみようかなと思います。はい。ということで、9月12日の桧原湖ガイドでした。